once again. ここは落ち着き払ってはいるが、呼吸の乱れ。私に課せられた任務は、カワキが潰すような真似をしてお前に何の得がある。チャクラの実だと。カワキを逃がすためにな。コージーよ、お前がカワキを逃がしたこと自体を責めるつもりはしたのは、裏切り者の発見を意図してのこと。おかげ初耳ですの。とぼけるんじゃない。得があってこの私に歯向かうのか、そこに興味がある。チャクラの実を得ることがヴィンナー全員の責任。咀嚼な影分身か。動機ならシンプルですよ。チャクラの実になど興味はない。私、お前は都合よく動く駒、奴に利用されるだけの道具に過ぎんではないか。お前たちがなぜカワキを奪おうとしたのか、その理由を考えていた。私の目のとてもカーマがあることに気づくと、計画を変更し木の葉に引き渡すことにした。その方が。生きる意味か。哀れな男だ。どのような言い方をしようが、アマドの総本気で私そっくりお返する。次元度、いや大筒木一式。理由は単純だ。瀕死の自らの体を小さくし、耳の穴から次元の体内に侵入した。奴は養分を吸収しながら次元の声を通して自らの言葉を発し、手足を操り次元の体を文字通り乗っ取った。飛んで床に刻印を。口寄せ。